皆さんこんにちは。今日は専門家の無知さということでお話ししようと思います。この世の中には、いろんな専門家がいるっていうことですよね。で、専門家は、物事をよく知っているから、物事をよく知っている人なんですよね。だから専門家なんですけど、その専門家が無知というのはどういうことなのかを、お話ししようと思います。科学技術、文明がどんどん進展してきて、今の人類社会があるわけなんですよね。で、その科学技術の進展とともにですね、人間が無知である範囲が増えてきたんですね。どんどん増えてくるんですよね。というのはですね、自然についての我々の知識が成長していくにつれて、無知の新しい領域っていうのが、見えてくるんですよね。で、その自然科学の進展とともに、その知識によって作り上げるその知識の複雑さが増えてきて、で、それを理解すること自体が難しくなってきたんですよね。で、知識が高度になればなるほど、その専門化して分化していくんですよね。その何々学の何々分野での何々分野って感じで、そのどんどん膨大になっていくから、その全てを知ることはできないんですよね。で、その何々学全てを知ることすらできないんですよね。その何々学の何々分野の何々分野とかいうふうに、すごく特化していくんですよね。で、その専門家っていうのは、その特化した情報について深く知ってる人なんですよね。その特化した情報といっても、その膨大な量があるから、もうそれの専門家になるには、もう他のことにはもう目も振らずに、もうそれに打ち込んで、吸収すると、その他の分野分化してるから、他の分野とものすごく関連してるんですよね。ところがですね、他の分野との関連を理解するには、他の分野も深く理解してはないといけないんですけど、もうそれは不可能ですよね。ので、専門分化した、特化した専門家っていうのは、他の分野との関連について一層無知になるんですよね。その結果、かえって昔よりも無知な状態になるんですよ。ところが専門家っていうのは、もうその一つの分野について深く知ってるもんだから、もう俺は全てについて知ってるんだと錯覚するんですよね。そこにジレンマがあって、その本当の狭い分野にしか、深く通じてなくて、その他との関連について全く無知な人が、その全てを知ってるかのように振る舞うことによって、その現実とのギャップに直面するということになると思うんですよね。だから専門家であればあるほど、そのどこかにですね、その何て言うか、昔ながらの教養っていうんですかね、その全て人間が生きていく上での、その基礎となる土台としての、その何て言うか、ゼネラリストとしての知識っていうものが必要になると思います。それと専門分野の他に、その何か一つでも二つでもですね、その興味を持って、その何て言うか、ある程度把握してる部分が持ってると、その人間としてのバランスが取れてくる。で、その人間としてのバランス、昔ながらの教養に支えられた人間としてのバランスが、その専門家としての傲慢さを打ち消してくれる。そして、その専門家として正しく生きていくことができるんだと思います。ということで、今日はですね、専門家の無知さについてお話ししました。こういうことはですね、もう私のオリジナルじゃなくてですね、ハイエクっていう、ユートピア以後の政治っていうね、そういう本があってですね、その中でですね、ハイエクという学者が、そういうことを述べていたっていうので、印象に残っていたので、紹介させていただきました。では、ご視聴ありがとうございました。